なので今日はサラダしに来ました。はい。じゃあ消毒していきましょう。ダイエットです。ハーフです。家族全員ハーフです。私だってハーフじゃない。ちょっとね、ちょっと軍艦とか行きますよね。はいはい。ね、ここはさ、スマホで頼めるから楽だよね。タッチパネル結構大変じゃん、ね、いいよ、食べなさい。いいよ、食べな。いただきます。はい。やっぱ食べやすいね、ハーフね。起きた。のりみちゃんはオレンジジュースで、ママはこれね、なんだっけ、ヨーグルトのいちご。美味しそう。飲むヨーグルトいちごですね。美味しそうでございます。ちょっ、なんでちっちゃとか言うの。絶対言うよね。美味しそう。高級うなぎ。匂いだね。しょうちゃんも食べてた。ね、普通のイカっていくね。うん、うん、うん。おいしい。うん、うん、うん。やっぱハーフだと食べやすいね。ね、すごくハーフだから、うん。なんていくの。一口でいけるから食べやすいよ。6000円チャレンジ。6000円頼むと下敷きが3枚もらえるかもしれない。4人で6000円目指すってことね、うん、今日はじゃんじゃん食べないと、うん、6000円いかないよ多分、うん、いつもだいたい5000円前後、4、5000円、お腹いっぱいで食べて5000円ぐらいかな、くら寿司だと、ね、お、じゃんじゃん来ますね。もう皿数えてんの。2回できる。もう2回できる、うん、おー、いいね。いいね。それも納豆。納豆の巻物です。巻物も食べんの。はい、好きだね納豆。美味しいですか、うん、ちなみに今日も3時半に来てます。はい、いつも早い時間に、はい、今3時50分です。はい、空いてる時間にね、来てます。今週はくら寿司です。はい、写真の220円だ。写真のいくらはめっちゃこぼれてる。うん、でも一応こぼれてるよ。見て、しーちゃん、皿に皿こんな感じで来るんだね。220円だ。あれ、なんかバンドかなんかで止まってなかったっけ、いつも止まったよね。ね、なんか普通に2皿重なってる。まあいいけど、やった、美味しそう。ひみちゃんもね。見てください。美味しそうなの来たね。炙りチーズサーモン。炙りチーズサーモン。美味しそう。いただきます。これね、前も食べたことあるんだけど。あ、そうなんだ。そう、なんかでも醤油はつけないんだね。醤油つけない派です。なんかね、1、2年ぐらい前。そんな前に食べたの？いただきます。前食べてたんですけど、どうですか。おいしい。久々に食べてもおいしい。よかったね。あ、早っ、もう来たよ、しーちゃんの。あ、お皿2枚ついてるじゃん、よかったね。落としそうだよ。危ない危ない危ない。お皿2個ちゃんとついてます。やめなさい。あ、やめなさい。これが落ちた。プリンケーキ、美味しそう、いい感じです。やばくない？ちょっとやばくない？美味しそう、これマジ美味しそう。点数上がるんだけど。ママも食べたい。もう食べる？美味しそうだね。これお皿にもついてるからね。220円です。リミ9皿頑張って。リミ9皿すごいじゃん、リミちゃん。1、2、3、4、5、6、7、8皿。1、2、3、4、5、6、7、8皿。リミちゃん8皿食べました。すごい、すごい頑張ったね今日ね。もうデザート次。まだ食べれる。休憩してから食べるね。お待ちと一緒に来たからママかなと思って。ハマチ美味しいよね。ママハマチ好き。なひも好き。美味しいよね。お芋美味しい。あ、お芋でホイップね。あれも美味しそうだよね。
ね、どうする食べないのね。期間限定スイーツめっちゃあるね。美味しい？いやこれ美味しそう。やばい。美味しい。幸せそう。何これ？プリン？次からね。でも期間限定なんだよ。次からね。ホイップ付きです。何かと思ったそうですね。次からホイップ付きですね。美味しそう。うわ美味しそう。すごい顔して食べてた今。美味しそう。美味しそうじゃない。美味しい。うんうん、いいですね。リミも頼むんでしょ。同じの頼む。リミちゃんも同じの食べたいって、うんうん、いいですか、うん、あ頼む自分で。ひーちゃん2個目です。ひーちゃん2個目いただきます。2個目だよ。すごい。どうですか2個目。あれちょっと待って。味違う？うん。小皿2個危ない。こっちにあった。これ220円でさ、お皿2個ない。本当だ、赤いお皿がなくなっちゃった。あ、忘れられた。150円の実質ね。上だけ取ったんじゃないか。赤いお皿流れちゃった。浅いお皿取らなかったんじゃない。じゃあここにね、お、止まるじゃん。そっ残るわけだ。そっか。リミどう？美味しい？美味しい。リミはやめて。やめよ、自分が言ってる。2、3、4これで動く？頑張れ。頑張れ。一言ですね、リミちゃん。あんま余裕で負けてる。ダメじゃん、全然。あ、まだある。負けたね。あー、大負け。じゃあ、じゃんじゃん行っちゃいましょう。当たりました。当たりの景品を受け取りください。あ、ちーちゃんの方が。やばい。シールは何？シール？何？ラバー。ラバー？ラバーの。マジ？やったじゃん。かっちゃんだ。すごいじゃん。ラバーのかっちゃん当たった。はい、じゃあいいね。あの1回だけ当たったので開けてみようか、せっかくだから。しますね。あ、よくラバー当たったね。かっちゃんです。かっちゃん見てました。あ、すごいじゃん。かっちゃん当たったの。やばいね。やばいよね。すごい、よかったね。見せびらかしてる。見せびらかすお金。みんなかわいい。こんな感じの。で、この激レア、超レアっていうの？すごいね、うん、この当たったらね。ね、レク君とオールマイトの通信。でもまあ良かったんじゃない？しおちゃんね。良かったですね。良かったですね。もう誰が当たってもいいですよ。うん、誰が当たってもいいです。良かったね。シールじゃなくて良かったね。でもシールもシール。シールも良かったのか、別に。何が当たってもまあ良かったってことで。でもシールの方がね、うん、キャラがある。あ、そうか、そうか。でもまあ良かったですね。
あとは下敷きが何枚もらえるかだね。激レア。はい、ということで、そうですね、お会計に行ったんですけど、なんと下敷きが全部配布終了におりまして、1枚ももらえませんでした。はい、もう今土曜日の4時ぐらいで、まだ開始から1日しか経ってないんですけど全部終了だそうです。全部なくなってしまってて、やっぱりだから、こういうキャンペーンとかは当日に来るのが一番ですね。確かに。で、あの一番のあの5期のさ、デク君たちのチームのさ、下積みがあったんだけど、それがね、一番にね、もう昨日時点で売れ、もう売り切れちゃったらしくて、まあ、こういうのは当日に来るのが一番だなって、そうですね、共感、実感しましたね。はい、ということで、またこういう機会があれば今度は当日に行きたいと思います。はい、ということで、せっかくね、いっぱい食べたのにね。ねえ、残念残念。ということで、バイバーイ。